インザグルーブに筐体インザグルーブはアメリカのゲームメーカーであるラクサー社が製造販売している音楽ゲームである音楽に合わせて上下左右のパネルをタイミングよく踏むことでプレイするダンスダンスレボリューションと同じインターフェースを持つゲームである ITG は改造したダンスダンスレボリューションの筐体に ステップマニアをベースに開発したソフトを入れたゲームで基本的な部分は DDR と似ているが独自の部分も多数存在する。DDR エクストリーム以降 DDR の開発がストップしたことにより同シリーズのファンによって制作されアメリカを中心に人気を博した。筐体は前述した DDR 筐体を改造したものと講述する理由により アンダミロ社との共同開発によって作成された新筐体の2つのタイプが存在する。また、筐体のキャビネット部分には USB 端子が搭載されており、そこに持参した USB メモリを差し込み、それを介して記録の保存や講述するカスタムソングのプレイなどに利用することができる。ワールドゲームサーカスに ITG2 が設置されていたが、 2021年10月12日をもって撤去となり日本での設置店舗はなくなった2005年5月コナミが DDR を違法に改造したとして米ラクサー社を提訴このため ITG にはポンプイットアップの製造元のアンダミロ社と共同開発した筐体を使用しているその後ラクサー社が敗訴し ITG の権利をコナミが取得することで 両者は合意したため、続編の開発は中止された。しかし、アンダミロ社より、ポンプイットアップの派生版である、ポンプイットアッププロが事実上の続編として発売された。ありがとうございます。